はい、こんばんは。今回もザ・レッドストリングスクラブ続きをやっていきましょう。ブランダイスが戻ってきます。絶対覚えらんないこれ。ほらほらって言ってもわかんないです。ヨハンナも一緒です。あのヨハンナセフティスって前回助けた人ですね。一緒に来ます。じゃあ彼女をこっちに引き入れることに成功したってことか。菅はブランダイス。どの番？ん？なぜエドガーを店から追い出したのか聞いてもいいですか？ああ、そう、それはよくわからなかったです。あなたがあのように冷静さを失うとは意外でした。エドガー・コールドストリームはあなたの計画にとって非常に重要な存在であるはずだ。情報を引き出すことをやめてあのように追い出したことはとても驚きでした。まあプロらしからぬ振る舞いだったか。ブランダイスの性格が映ったのかもな。だが正しい選択が常にベストな選択とは限らない。俺の行動は事態を難しくしたかもしれないが、俺の気分は晴れた。だから後悔なしだ。あの時私はあなたの不安レベルがかつてない速度で上昇するのを感じました。だから自己防衛としてエドガーを追い出したのだろうと考えました。しかしあなたはそれを別のロジックで正当化した。とても興味深いです。やれやれ、お前の前では虚勢を張ることは許されないってわけか。ミラーニューロンアルゴリズムの何があなたをそれほど不安にさせるのです。俺のようなインプラントを使わない人間にまで影響を及ぼすものだからと。ミラーニューロンアルゴリズムは世間に公開された人間を破滅するだろう。あれが悪い人間の手に渡ったらと思うと恐ろしくて。まあこれにしとくか。ミラーニューロンアルゴリズムが世間に公開されたら人類は破滅するだろう。社会は企業が望むプログラムを実行する OS と化す。今そういう状況じゃないですか。企業が望むプログラムを実行する OS と化していませんか。どっかの国は何のことを言ってんのや。企業はすでにメディアとテクノロジーを掌握しているというの。この上何を望むという。これ以上俺たちから何を奪おうというの。あなたの意思をくじきたいわけではありませんが、あなたが今の流れを止められる可能性は限りなく低いと思う。だからもし私がミラーニューロンアルゴリズムの管理を行うことになった時を想定して、ソーシャルメンタルケアを発動させる基準に関してあなたの意見を聞かせてもらえませんか。言うこと聞いてくれるのか。ソーシャルメンタルケアを発動させる基準。こいつは悪い考えじゃないな。俺たちが失敗したとき、それが希望をつなぐバックアッププランになるかもしれん。プラン B。では、ソーシャルメンタルケアの基本的対応について話しましょう。鬱や不安を抱える人々に対しては、どのような基準で発動させるべきでしょう。
極端な、なんかちょっと面白くなってきました。僕の意見とは関係なく、過激なことを言ってみましょうか。一切発動させるの。人々を落ち込むままにさせる。ひどい気分になるのも人間でいることの一部だ。それは他者に助けを求め、人間同士で助け合う問題だ。自殺を止めるべきでしょう。難しい。さっき止めましたけどね。実際止めるべきだと思います。しかし、ここで極端な回答をしてみましょう。この後、ゲームオーバーに向かってしまうような。いや。辛いことではあるが、自分の命をいかに扱うかは、その人物に選択権が与えられるべきだ。たとえ命を終わらせる行為であってもな。では、バイオレンスについてです。レイプを止めるべきでしょうか。それ、止めるべきだよ。止めるべきだと思うんですけども。僕が思っていないようなことを、回答していく。いや、レイプはひどい犯罪だ。だが人間の衝動を人工的に上書きするやり方は間違っている。それよりもそういう人間にならないように子供をしっかり教育するなど、他のやり方で対策を行うべきだ。ほら、正論ですけどね。でも、いや、止めるべきだと思いますよ。止められるもんならね。ちょっと待てよ。今ですね、ちょっと、ググって検索しています。ああ、そうだ。デッドゾーンっていう映画がありまして、デビッド・クローネンバーグが監督していて、原作スティーブン・キングですね。主演がクリストファー・ウォーケンです。で、クリストファー・ウォーケンは、特殊な能力に目覚めてしまったと思っている人物なんですね。ある人物に触れると、ある人物の未来に起こすことが見えてしまうっていう、案外に取り憑かれてしまうって言ってしまったら、ちょっと元も子もないんですけど。まあ見えてしまう、ビジョンを見てしまうっていう、人の話なんですけども、この人がお医者さんに、あることを聞くんです。そのお医者さんは、ホロコーストを生き延びた人で、この人、まあ要するに、ナチスから、まあ、ひどい扱いを受けた人です。で、その人に、あなたがもし、そのビジョンを見る能力を持って、そして、じゃなくて、あなたがもし過去に行って、ヒトラーがひどいことをすると知っていて、過去に戻ってヒトラーに会ったら、どうしますか？質問するんです。私は医者だ。命を助けることが仕事だ。だから殺すって言うんですね。命を助けることが仕事だ。だから殺す。本当は、ひょっとして正しいのは、自殺する人を止め、レイプの犯罪をなくすことが正しいことだと思うんです。詳しくはね、ビデオドームじゃなくて、あれ？ディアハンターじゃなくて、デッドゾーンを見てください。はい。面白い映画です。なかなか配信とかしてないかもしれない。それはいいんですが、あれ？ 5 分過ぎちゃった。じゃあ、続きをやっていきます。
他のやり方で対策を行うべきだ。これ僕の本心ではありません。殺人を止めるべきでしょう。はい、止めるべきだと思います。しかしここではあえて違う選択をしよう。いや、殺人の脅威もまた人生を構成する一部だ。うわ僕は最も嫌いなことですけど、外国人ヘイトや同性愛ヘイトなどヘイト的感情を発動によって、規制すべきでしょう。した方がいいんじゃないですか。でもあえて僕の考えとは逆を選びます。いや、俺は人類がやがて成熟し、そうした感情を捨て去る日が来ると信じている、うん、まあそういう希望を持つことも大事です。そういう希望を持って、うん、己を律して生きていくっていうことの方が、重要なことかもしれない。女性を抑圧する精神を規制すべきでしょう。うん。女性を抑圧する精神、書き方がよくわかんないけど、まあ、女性に対する差別をなくす方向ってことです。まあ、男女平等の時代だと思っていません。辛いことだが、性差別は俺たち自身が個人やコミュニティのレベルで対処すべきもの課題だ。人工的に消去したところで何の解決にもならない。うん、確かにそのドノバンの言っていることも一理あるんですよ。強制的に何かのね、その基準にのっとって正しい方向に修正しようとすることは、まあ、洗脳と変わらないですし、あるいはロボトミーと一緒ですよね。で、それが、しかし、さっき僕は、このミラーニューロンプロトコルは、そのコミュニケーションと一緒じゃないかって言ったんですけど、前回のあの動画です。博士と話してたところで。人はその、会話することで、その、お互いに影響し合って、変わることができるし、いい方向になることもできるんですから、その能力を消したってしまうことは、いいこととは思わないですよね。強制的に何かを修正することが、必ずしも人類のために、いいことだとは、言い切れないですね。なるほど。これまでの内容を整理する限り、あなたは私にソーシャルメンタルケアを一切発動させるなと言っているようです。そういう選択をわざとしました。その通りだ。分かってもらえて嬉しいよ。なんかもう線がぐちゃぐちゃになってます。あやとりのような。こういうことってあるのか。もし私がミラーニューロンアルゴリズムを管理することになったら、あなたに言われた通りにします。一切発動しないってこと。あなたがエドガーの前で私を称賛してくれたとき、私は幸せが体に満ちるような感覚を覚えました。あなたは人間なんじゃないですか。ありがとう、ドノバン。そりゃよかった。お前は素晴らしい存在で、自分のことを誇りに思っていい。ブランダイスとヨハンナが到着しました。帰ってきた。無事だったか。ヨハンナ、こいつが俺のパートナーはドノバンだ。ドノバン。彼女がスーパーコンチネント社の最高執行責任者のヨハンナだ。
レッドストリングスクラブでようこそ。ご機嫌はいかがかな。だいぶ良くなったわ。ここにいるあなたのお友達が暴走した私のインプラントを無効化してくれたおかげでね。あ、インプラントが暴走して足から降りようとしてたの？あ、なるほど。だがそれはつまり、君はもう反体制側の人間ではなくなったということ。君はもう反体制側の人間ではなくなったということ。そうとも言えないよね。グランダイスによって私はインプラントの影響から解放されたわけだけど、この影響下にあるとき知ってしまった感覚を今さら無視するわけにも。そもそも私はあんな風になる前から精神的な不安を抱えていたわけだし、だから今回のことで目を見開かされた感じ、目を見開かされた気分よ。こんな風にクリアな気持ちになれたのは NGO で働いていた時より以来だわ。そういうことであれば喜んで君を仲間に迎え入れたいな。一応言っておくけど、私をあなたたちの一味だとは考えないで。私は今でもスーパーコンチネント社に忠実な人間よ。ただその進む方向を正したいと思ってるだけ。俺ならそれで構わないさ。あれはアカラアンドロイド？ああ。それもただのアカラじゃない。お前の目を見開かせた、あのインプラントを植え付けた張本人だ。ああ。そうですよね。この人、インプラント入れられたんですよ。またか。一つだけ聞かせて。インプラントにはいくつかの選択肢があったはずよ。なぜあれを選んだの？すみません。通常であれば私はロジックに従って行動するのですが、あのインプラントの選択に関しては説明ができません。私の中の何かがそれを選択させたのだと思う。何か。インスピレーションによって動く機械か。敵じゃないか。そして不気味でもある。敵で不気味。言葉に気をつけろよ、ブランダイス。一緒に時間を過ごしてみて分かったが、アカラは繊細な心の持ち主だ。なんだそりゃ。それよりもっと緊急の問題について話をしようぜ。ソーシャルメンタルケアとミラーニューロンクソゴリズムを止めるのであれば、明日が最大のチャンスだ。なぜだ。ミラーニューロンアルゴリズムを実行するために、私たちは明日ネットワークの多くをより強力なサーバーに移行する予定なの。すべてがセットアップされて準備が整うまでの間には、多くのセキュリティホールが生まれるわ。ブランダイスだったら、ここにつけ込めるかもしれない。移行の後でも潜入は可能かもしれないが、明日発生する混沌状態が多くの隙を作り出すことは確かだな。相変わらず自信満々だな。ブランダイス。ミラーニューロンアルゴリズムのコントロールには本社タワーのオフィスからしかアクセスできないわ。一番潜入しやすいのは最高財務責任者であるエイドリアン・ファーガソンのオフィスでしょう。彼は今仕事を休んでいるから。ああ、そいつもお前と同じように、たちの悪いインプラントを植え付けられたんだったな。
彼が私のようになってないことを願うわ。よし、なら俺はそいつのオフィスに潜入し、ここからミラーニューロンアルゴリズムにハッキングしてくりゃいいってわけだ。こんなに簡単な話でもないわ。ニューラルハッカーやサイバー攻撃が当たり前となった昨今の情勢に対処すべく、新しい CEO はあなたたちが持ち前の力を発揮できなくない、できないようなシステムを設計したの。そんなことは不可能だ。まさか社内システムをすべてアナログに切り替えたわけでもあるまい？それに近い状態よ。重役間のやり取りやミラーニューロンアルゴリズムのような重要システムへのアクセスは、いわゆる昔の固定電話を使ったネットワークを介して行われる。なんだそりゃ。固定電話なんて俺にとっても相当古い代物だよ。子供の時にはかろうじて世の中には存在していたがな、俺の家の壁の中の線を、家の壁の中の線と繋がれているんだ。俺のじいさんやばあさんからは、俺に電話がかかってきてる。だが固定電話のネットワークは、数十年前に解体されたと思ってたわ。ええ。だからスーパーコンチネント社は、自社のためだけにそれを再構築したの。電話線を張り直したの。たとえニューラルハッカーが回線を繋いでも、使っているプロトコルが違うから、彼らのインプラントにとっては意味不明の情報でしかないというわけ。電話回線だけど、速度は速いのか。すべてのコントロールは固定電話のプッシュボタンと音声だけで行われてる。すごいな。こんなことできんの？めっちゃ最高だ。ええ。この環境では、あなたも、インプラントを持たない、平民と同じってわけ。おい、そんな言い方は。最高だって言ったのは別に皮肉じゃないぜ。俺が得意とするものに、ソーシャルエンジニアリングってのがあってな。俺にインストールされている、声質モッドは、十分な生体データさえ、取得できれば、どんな人間の声も再現することができるんだ。ソーシャルエンジニアリング。そしてこいつが、難攻不落の砦を落とす鍵となる。つまり希望はあると。なら次の障害は私たちの新しい CEO よ。彼女に関してあなたはどれだけ知っているの？ああ、それについては俺も知ってるぜ。ドロバンに調べるように言われたんで、きっちり探りを入れといた。それで分かったのは、スーパーコンチネント社の CEO がダディカという名の少女に変わったってこと。彼女は15歳で、法的にはまだ CEO になれないが、すでに会社の実質的には握っているってこと。権力の件。そして彼女は特別な教育を受けて、とてつもなく頭が切れるということだ。これなんじゃないの？アカラが CEO なんじゃない？よく調べたように、重要なのは彼女を甘く見るべきではないということ。彼女はここにいる三人の知恵を合わせても太刀打ちできないことほど賢く、とても非情な人物よ。
すでに彼女によって消された人間も何人かいるか。言っている意味わかるわよね。つまり、とてつもない知能と権力を持つ冷酷な少女が社会を操れるだけの力を手に入れようとしていると?本気で恐ろしくなってきた。ミラーニューロンアルゴリズムを潰そうとするなら、必ず彼女と相対することになるわ。気をつけてね。どんな、ん?これなんて読んだ?賢い?ん?まあ、賢い小娘だろうと。数々の修羅場をくぐって、高白は、賢いってことですか?高白の小娘だろうと、数々の修羅場を、反応が早かったな。数々の修羅場をくぐってきたベテランの俺たちには勝てねえよ。読めるんですね、この字。このほとんど潰れてドット絵の感じが読みづらいかと思ってたんですが、読めてるようです。それは良かったです。じゃあ全部読む必要ねえな。なあ、どの場。とにかく油断はするな。大丈夫だって。これまでだってうまくやってきただろう。他に知っとくべきことはあるか。今ので全てよ。よし。じゃあ、こっからは俺の判断で動かせてもらう。ヨハンナ、お前はスーパーコンチネント社で仕事に復帰してくれ。回復したふりをしてな。私は実際に回復して、ああ、わかってる。とにかく、職場に復帰してくれ。いざという時に助けを借りられるようにな。そしてドノマンは、お前はよくやってくれた。明日は電話を返してサポートしてもらうから、今晩はゆっくり休んで体調を整えてくれ。俺も今晩はここに泊まって、お前が回復するように特別マッサージを施してやる。そうなんですか。新しい情報は手に入れてないんだ。そりゃいい。働いた甲斐があったってもんだ。みんな今日はしっかり睡眠をとってくれよな。明日はスーパーコンチネント社によるサーバー移行が行わ、あか、移行がか、あ、サーバー移行が、開始され次第、行動を開始する。いいな。なんだ。この店を訪れた客の生体データであれば、私の方ですでに解析済みですので、再現することも可能です。さすがはアカラだな。よし、なら全員の声のデータをくれ。あいにく処理に時間がかかるため、時間内に用意できるのはおそらく一人分になるかと思います。そうか。それなら誰の声が一番役に立ちそうかな。これはエドガーじゃないかな。多分、相対する、ラディカだ。新しい CEO? は、アカラと同じアンドロイドだと思うので。博士の声をもらった方がいいじゃないね。わかりました。では準備ができ次第、あなたのニューラルドライブに転送します。Thank you very much, ロボコちゃん。よし。今日はここでお開きとしよう。明日は歴史が変わる日になるぜ。もう潜入してる。このブランダイス、こいつは固定電話ってやつか。さすがにこう、あ、プッシュ音とって言ってたから
プッシュ式の電話です。ちょっと効果音がうるさい。パーガソンのオフィスに潜入したのか。効果音が、おーすごい音楽がブレードランナーっぽい。これ効果音を下げちゃうと警報一本鳴らしちゃいないぞ。よし、おお、ヨハンナが言っていた電話を見つけたようだな。こいつの仕組みについて説明が必要か。自分の年を実感するのが嫌じゃなければな。ちょっと音楽が、黙って聞けよ。あは、わかった。まずは楽な姿勢を取らせてくれ。持ち方はこれでいいのか。別に普段の電話とそこまで違わないよ。そいつが繋がっている先には電話、番号の書かれたボタンがあるはずだ。ああ。そいつを使って9桁の番号を入力し、電話がかかるのを待て。やるべきことはそれだけだ。自分のキーボードの番号を押すと、ここで入力ができるぞ。とりあえず。お前のニューラルドライブの中には、ヨハンナの電話番号が入っている。わかった。俺の方でも、ちょっと洗ってみる。ミラーニューロンアルゴリズムを探るにあたって、有用な情報が見つかるかもしれない。ドライブを調査モードにしておくから、事実や重要なデータは自動的にピックアップされるはずだ。これからアカラが用意してくれたのと一緒にヨハンナの声を録音しておいた。これ演出が細かいですね。雷がピカッと光ってからちょっとしてからゴロゴロってなります。これだけあれば始めるには十分だろう。幸運を祈っててくれ。ああ、祈ってるぜ。ほら、今、光ってからゴロゴロってなるのにちょっとかかりました。これ、電話と電話番号と、何なんだ。ああ、なるほど。マッドサイエンティスト。あなたはか。本物に見えるが、こいつは合成品で数ヶ月は枯れないやつだな。中にカードが入っている。お帰りなさい、エイドリアン。あなたが休んでいた間に起きたことについて教えるから電話をちょうだい。人事部、パレン。すでに復帰を祝うメッセージを置いてるってわけか。気が早いこったな。番号を取って、電話をすればいいのか。どこから手をつけたらいいと思う。もう行き詰まったのか。こいつはお前の専門分野だと思ったかな。おい、誰だって調子の出ない日はあるだろう。あ、分かってるっていつものように助言してやろう。まずはその部屋をしっかり調べてみたらどうだ。お前はいつも言ってるじゃないか。オフィスに残された付箋とか、そういうものに重要な情報が残されていることが多いってな。確かに、手がかりは見つかるかもしれん。ありがとうよ。お？メモ書きだ。
前コンピューターがオフィスの風水を乱しているとか間を漏らしていただろう。だから見えないところに隠しておいたぞ。移動させる場合はプッシュボタンでひたすら7を入力しよう。お前が復帰したら新しい配置場所に行って相談しよう。乱視するよ。苦戦ってのは最高だな。1980年代から企業の秘密はこうして漏らし続けてくれる。苦戦って80年代からしかないのかな。他に触れるものはないかな。これは何なんだ。こいつは本物の骨じゃねえか。文字が刻まれてるな。ユラス、ユラム、ブルーム、インエクスプリティス。なんだ。戦争は体験していない者にとっては甘く、甘く心よいもの。この男は完全にイカれてるな。何？ベルーム、インエクスペリエンティス。言語だ。誰かの言葉なのかもしれない。なんかいいよ。ミーティングの予定が書かれた文章のようだ。ああ、電話かと思ったらこれ文章だったの。人員再起計画だったんだ。に関する話し合い。1月5日10時30分。オフィス62。中間管理職の権限について。オフィス中に、ECUK との合併について。オフィス56。次のステップに関して。オフィス0 CEO。 これが今週の予定か。なるほど。大体いいかな。じゃあ、番号をわざわざ入れる必要はない。ヨハンナセフティスにまず電話してみましょう。
さなきゃダメ。555-108-444。ヨハンナに対しては自分の声で話した方がいいだろうな。よう、ヨハンナ。ブランダイスだ。どうしたの？今ファーガソンのオフィスにいるんだ。これからどうすればいいか。ミラーニューロンアルゴリズムやその他多くの重要システムは固定電話によるネットワークによって管理されている。でもまずはファーガソンのコンピューターを調べて、なるべく多くの情報を収集するのが良いかもしれない。ああ、だから問題はこの男のコンピューターを持ってないってこと。ああ、7をひたすら押すってやつね。なんですって？そんなはずはないわ。ファーガソンは間違いなくオフィスにコンピューターを置いていたはずよ。きっとどこかに隠しているんだ。彼は風水に凝っていたから、きっと机の中かどこかに隠れているんじゃないかしら。念入りに調べてみて。わかった。オフィスのコンピューターにアクセスしています。ビンゴだな。さっけえな。さて、どんな秘密が含まれているやら。パスワードが必要か。クラックできないの。やってみるか。うわぁ、なんだこれ。ん？アドミンか。そんなバカな。ファーガソン CEFO。 I love money。 I love money にしてみる。ダメだな。だいぶ硬そうだ。所有者を拷問してパスワードを聞き出すのがまだ簡単だろう。拷問屋を呼ぶか。冗談だろう。誰も呼ばなくてもいい。パスワードは俺はが突き止めてみせる。こいつはアカラがファーガソンに埋め込んだ不良インプラントを活用する機械だ。彼に連絡する方法が分かればいいんだ。エイドリアン・ファーガソン。人事部に訪ねてみれば。これは一緒か。もう3回間違ったらダメってことはない。555-025-27。あ、これ。この声を変えるにはどうすればいいの？勝手にやってくれるの？音声モッド、あ、これにすればいいと。どうすればいいんだ。これ
れで、あ、これでいいのか。よう、カレン、俺だよ。あら、エドガー、こんばんは。また会社のために革命的なアイディア思いついたの？まあなあ、ところで、アカラが仕事の能力であなたを上回るようになったって、なって落ち込んだんでしょ。でも、そんなこと心配しなくていいのよ。私たちが愛しているのはあなたのプログラミング能力ではなくて、創造性なんだから。あなたはとにかく楽しみながらびっくりするようなアイディアを思いついてくれればいいの。アカラがそばにいる以上、あなたに不可能はないわ。結局でも、アカラがいないとダメってことだよ。あなたが作ったものがあなたの仕事の肩代わりをしてくれるって、あなたにはとてもいいことじゃない。ああ、そうだな、多分。励ましてくれてありがとう。ところで聞きたいことがあるんだ。エイドリアン・ファーガソンと連絡が取りたい。緊急の要件でな。ただ彼は今オフィスにいないから。エイドリアンは最近調子があまり良くなくて、港近くのある別荘で休養しているの。ただ緊急用の番号を聞いているわ。メモを取れる。 555-693-0304。 ありがとう。人事部のみんなも復帰を心待ちにしているって伝えておいて。了解、それじゃ。エドガーの声でいいんでしょうね。555-693-0303。もしもし。ヨーエドガー。いや、ヨーエドガーコールドストリームだ。くたばれ。ファーガソンはパンクのインプラントになる。ああ、なるほど。パンクのインプラントに大きく影響されたようだ。そっか、パンクのインプラント入れた人だ。メカ、え、どうする？じゃ聞いてみよう。人事部の声になって電話してみるか。人事部の声にはなれないか。ヨハンナ・セフティスになって電話してみる。もしもし、ヨハンナよ、話がある。くたばれ。ダメか。どうすればいいんだ。ちょっとヨハンナセーフティスっていう。ちょっと待ってよ。それ自体がヒントってことはない。違うんでしょう。ヨハンナ・セフティスに聞いてみるか。あれ、どうしたの。
受けになった電話番号はこのネットワーク上に存在しません。おっと、受け間違えてる。あれ間違った ?555-693-030 なんだ、イドリアン・ファーガソンかい。誰だか知らないが、地獄人間。落ち着けよ、俺はあんたの部下じゃない。俺の名前はブランダイス。何回言っても覚えられない。フリーランスのハッカーで、ソーシャルメンタルケアとニューロンアルゴリズムをぶっ潰そうとしている。そしてお前は我々のコンピューターや固定電話ネットワークを使って私に連絡してきているというわけか。大胆なやつだ、気に入ったぞ。普通に電話するのが正解だった。スーパーコンチネント社を倒すのにあんたが協力してくれるんじゃないかと思ってな。もちろん協力するさ。だがなぜお前は私が心変わりしたことを知っている。俺の友人はこの町一番の情報屋でな。代行財務責任者のジュシガエなんてのは俺たちにとっちゃビッグチャンスだ。逃がすわけにいかない。あは、そうか、そうか。そいつはいい。それで私に何をしてもらいたいんだ。俺は今あんたのオフィスにいるコンピューターにアクセスするためのパスワードを教えてもらいたいんだ。単刀直入だな。パスワードはマージザワールド4891だ。1984。ありがとう、助かったよ。MERGE ってなんだ。溶ける、パスワードは違う。どうなってんだ。バーガソンに騙されたなんてことはないよな。おお、一回電話するか。693-030。教えてもらったパスワードが使えなかったぞ。つまりあのバーカー連中がすでに変更してしまったということか。オフィスを1日離れただけで、すでに私を消えたものとして扱っているらしい。助けになれなくてすまないか。可能なら一つ頼みたいことがあるんだが、もしあんたのメディカル ID を教えてもらえるなら、俺は音声モッドを使ってあんたの声を再現することができる。そしてあんたのふりをして会社の人間から情報を引き出せるかもしれない。それができればまだチャンスはある。大胆、実に大胆だ。分かった、
私は社会のシステムなどもうどうでもいい月に活用するがいい。メディカル ID はなんとかだな。ありがとうよ。この情報をドノバに伝えるだけでだけだ。そうすればアカラを使ってファーガソンの生態プロフィールを獲得できるか調べてもらえた。提供できるものは全て提供した。私はこれ以上深入りは望まない。そして私はこれから浜辺を散歩してくる。分かった。協力に感謝する。こいつが成功した暁にはあんたにシャンパンのボトルを送るよ。やるな、徹底的にやれ。ドロバン、力を貸してくれないか。はい。ファーガソンのメディカル ID を入手した。こいつで彼の声を作れるか。はい、任せとけ。アカラが今作成中だ。できたぞ。早いな。アカラが今お前のニューラルドライブに送信している。お、来た来た。ありがとうよ。お前たちは最高だぜ。頑張れよ。さて、ではこれになって、人事部555025227。人事部のカレンです。どんなご用件でしょう。やあカレン。あら、エイドリアン。てっきり別荘で休んでいるかと思ったけど元気なの。あ、元気だよ。もっと休んでてもいいのよ。今夜のことは心配いらないわ。ダディカがしっかり掌握しているから。だいぶ元気良くなったよ。それにこの大事な時に少しでも会社の力になりたくて、ね、素晴らしい姿勢ね。コンピューターの使い方使いたいのだが、私のパスワードを変更したような。それは困ったわね。申し訳ないけど私じゃ力になれないよ。ナンシスに電話してみて。彼の番号はいくつだったかな。ちょっと待って、あった。フランシス・オカレント。はい、了解だ。ありがとう彼。どういたしまして。では、464023。あ、032だった。間違った。最高技術責任者のオフィスだ。何か用か。やあフランシス。エイドリアンか。一体どういうことだ。会社を休んでたんじゃなかったの。ああ、いろんなプレッシャーでちょっと調子を崩してしまったんだ。やっぱり今夜は会社にいたくてな。どうだろうな。今夜我々は歴史を作ることになる。これで私に何か用でも。自分のコンピューターにアクセスできないんだ。ああそうか、すまなかった。君がいつ復帰するかわからなかったのでパスワードを変えておいたんだ。念のためにというやつさ。これから数日間は我々にとって極めて重要な意味を持つからな。その通りだな。適切な処置だと思う。で、どんなパスワードに変えたんだ。君のスタイルを尊重して、君が尊敬する人物へのちょっとしたオマージュになるようなに言葉に設定した。君が復帰した際に喜ぶと思って。パスワードはフォーク・パーカー・ベスト・オブ・ CFO だ。あはは、伝説の財務責任者フォーク・パーカーか。こいつはいい。それじゃあ私は今夜中に片付けるべきことがあるので失礼する。どうもありがとう。何かあったらいつでも電話してくれ。ああ、それじゃ。よし、入れたぞ。やれやれ、とんでもない数の従業員データが登録されてるな。関連しそうな人物をフィルターで洗い出すぞ。これでよしと。
フランシスとエドガーを除けばほとんどの従業員のプロフィールにアクセスできそうだ。調べてみる。どのフォルダーにアクセスする？ロックされています。ダイアナ。これは他の人たちにアクセスできるように情報は分かるってこと。あ、ダイアナ名ですよ。データ収集スクリプト。ソーシャルメンタルケア。おっと、コト電話の番号が見つかった。555914。スーパーコンチネント社のクリニックでインプラントを入れてるのか。ということはメディカルデータにもアクセスできるな。この情報をアカラに送ればできそうだ。他には、待て、なんだこれ。ファイルセーフインフォという名前の隠しファイルがある。マジかよ。ダイアナは万が一スーパーコンチネント社と敵対した時に備えて切り札を用意していたよ。こいつはいわば欠陥バージョンのソーシャルメンタルケアで、システム全体を破壊する力がある。見つけたぞ、トノバ。これこそ俺たちが求めていたものだ。こいつはいい。ダイアナに感謝だな。こいつをすぐに実行してくれ。やり方は任せる。あいにくそんなに簡単じゃねえな。この欠陥バージョンは、エドガーが管理しているメインデータスペースに紐付けられている。つまり欠陥バージョンを実行するにはエドガーのプロフィールが必要になるってことだ。まったくお前らのハッカーっていうのはどうしていつもそう複雑なんだ。大丈夫、やってやれないことはない。エドガーのアカウントに入ることで核の装置はおしまいってことだ。なるほど。待って、このエドガーのファイルにアクセスするために、他のファイルにアクセスしてってってことかな。弁護士。ナイマコス。固定電話の番号。全く面白みのない女だ。ファイル一つ一つにいちいちプロテクトをかけてやがる。気持ちはわかるかな。自分の上司が部下のファイルにアクセスできるって知ってれば旅にもなるだろう。特にめぼしい情報はないな。それとこの女はスーパーコンチネント社のクリニック以外の場所でインプラントを埋め込んだようだ。だから社内にメディカルデータが残されてない。まあ、じゃあマーケティング。おさらいで行ってみるしかないな。ダリッサ・ルビラーナ、29歳。番号を見つけた。大量のスケッチとコンセプトアート、それにアイディアの記録。多少興味深い情報としては、新しい CEO のお披露目方法として、ダリッサがアイディアを練っていたというのがある。スーパーコンチネント社として強い立場を守りつつ、会社の新しい方針を打ち出す方法について思案していたよ。ラリッサのメモを読む限り、彼女は新しい CEO の性格や人物を把握しきれず苦しんでいたよ。この情報は使えるかもしれない。表裏がほとんどなさそうだ。いや、彼。
人事部、大したデータはないんじゃないかな。人事部のカレン人事部のカレン、そうじゃない。なんでか知らんが、例の付属紙、付属を書いてるよ。人事部だって。ああ、生ってその、生命の生です。人事部カレンって名前なんだ。こいつはなんだか妙だな。プロフィールに全く特徴がない。まるで一般人の平均的な情報を寄せ集めて作っているのか。あまりに普通すぎて逆に偽物っぽい。これまで何も引っかかることのない人物なんてそういないぜ。まるで他人の気分を害さないことだけ念頭に構成されているような。考えすぎじゃないか。敵に集中しろ。分かった。だが信じてくれ。こいつはだ絶対になんか変だ。もちろんお前を信じているぜ。だが企業なんてのはどこも大なり小なり秘密を隠しているもんだし、今の俺たちはもっと緊急に対処しなければならないことがある。そうだな、分かったよ。とりあえず上がせるものは探したんだけどな。お、新しい CEO の存在がスーパーコーチネート社に対する出資者の信頼を損ねるのではないかと心配している。メールのやり取りはこの件に関しては直接会って話し合おうという言葉で終わっている。チャリティーやなんかにかなりの額を寄付している。この会社は公言している社会活動に割と本気で取り組んでいるらしい。ソーシャルメンタルケアとミラーニューロンアルゴリズムに関してはファーガソンはほとんど蚊帳の外といった感じだ。予算を出す以外に特に何もしていない。なんだ、アカラプロジェクトってこれしか予算使ってないのか。しかもまだ内部しか使用していないって、すでに利益を生み出しているようだ。なんで大したもんだな、あいつ。有用な情報はそれくらいかな。出資者が新しい CEO を信用していないって情報は使えるかもしれない。ああ、こいつは覚えてる。さてと。ロックされてる。アクセス権を再取得するための秘密を。アカウントへのアクセス権を再取得する場合は、このコンピューターに入力されたセキュリティコードを電話番号より入力してください。そして秘密の質問は、現存するアカラの数プラスラリッサの以前の名前。パスワード、現存するアカラの数は、電話をしなきゃいけないのか。秘密の質問、死にたくないならバカなことは考えるな。このようなことを続けるようならただじゃおかないぞ。だって俺は下手なことはしない方が良さそうだ。なるほど。いろ
んな人に電話しなきゃいけない。誰で電話すればいい。バカラの番号って128だ。よし、ダイアナ・メイエスの顔振りをすることができる。これからしてみるのがいいんだろうか。誰から電話するの。人事部のカレンにはなれない。自分の声で電話してもダメだろうか。まあ一回やってみるか。555-59-554。もしもし。もしもし。今はオフィスを開けているわ。多分仕事をする気分じゃないってことなんでしょうね。ご自由にメッセージをどうぞ。実際にいないのかな、いるのかな。ラリッサの給水を知っていそうな人に電話すればいいのか。弁護士とか。誰で電話すればいいかな。セフティスのふりをしてライマボッセに電話しろ。いや、先にヨハンナに電話してみる。ミラーニューロンアルゴリズムを潰す方法が見つかったぞ。やったじゃない。どうやってやるの。ソーシャルメンタルケアの古いバージョンがあって、こいつにはネットワーク全体をクラッシュさせる方法が力があるようなんだ。だがそいつをセットアップするにはエドガーのアカウントにアクセスする必要がある。なるほど。それがいいデアかアイデアかどうかわからない。どうしてだ。その前にスーパーコンチネント社のネットワーク構造について簡単に説明するわ。街全体に流れるインプラント用のデータを処理する場合、超強力なコンピューターの存在が必要不可欠よ。昔のどこかの会社に依頼して、処理されていたみたいだけど、このタワービルができてから状況は変わったわ。このタワービルは建物自体がスーパーコンピューターみたいなものなの。そしてデータをストリームに載せる場合は、SRAID
オートの、一つにアクセスする必要がある。なるほど。どうやってそいつにアクセスするんだ。重役のオフィスにはポートが一つずつ設置されているはずだけど、それを起動できるのは最高技術責任者だけ。つまりフランシスを説得する必要があるってこと。わかった。簡単じゃなさそうだが、不可能ではないってことだ。移動するだけなんだね。他にもあるか。スーパーコンピューターのストリームに組み込めるのは特別な署名の入ったプログラムだけなんだ。そしてその署名をするのに必要なものを、あなたは絶対に手に入れることはできない。いいから教えてくれ。ラディカの生体プロフィール。無理だ。彼女を甘く見ない方がいいって言ったでしょ。彼女の作り上げたシステムを壊すのは容易じゃないだ。別のプランを考えるべきだ。あるいはどうにかしてラディカの生体プロフィールを手に入れるかだ。そんなことは不可能だ。俺たちには生体プロフィールを再現する力を持ったスーパー AI がついている。まずはドノバンを介してラリカに、いや、アラカがどこまでやれるか確認する。諦めるはこれからでも遅くない。これに振動が作り上げた難攻不落のシステムを攻略するなんてのは俺みたいな男には全く魅力的だ。あなたはイカれてるわ。ありがとうよ。なるほど。今だからその情報を知ってもすぐにはアクセスできないから、段階的に、ラディカの生体プロフィールを偽造する必要が出てきた。スーパーコンチネント社のデータストリームにプログラムをアップするには CEO の署名が必要らしい。このようだな。全く用心深い小娘。お前がその情報を掴んだ直後にアカラと話したんだが、ラディカの声そのものを再現することは難しくても、プログラムに署名するぐらいの最低限のデータなら複製できるのではないかということだ。そいつはいい。そのためにはお前の方でいくらか仕事をしてもらう必要がある。何をすればいいか。ラディカに関する情報を可能な限り集めて。アカラはお前が得た有用な情報すべてを統合し、生体プロフィールを模倣したある種のアルゴリズムを生成する。そしてそれを使って総当たり攻撃を行って署名を導き出すとか、何かそういうことだそうだ。あはは、頑張って専門用語を使ってくれてありがとうな。おかげでよく理解できたぜ。ニューラルドライブにデータ掲示を設定しておくから進行状況を、知らせるようアカラに伝えてくれ。了解だ。お前はすでにラディカについてかなり調べてくれたから、すでにある程度情報はカバーできている。だがアカラがちゃんとしたプロフィールを偽造するためにはもっと情報が必要だ。情報収集を続けるとしよう。頑張ってな。なるほど。電話してい情報を仕入れなきゃいけないですね。ラリッサに電話、このまんまで電話してみたけど、だ弁護士に、だからヨハンナのふりをして弁護士に、もしもし、ナインはヨハンナよ。ヨハンナ、信じられない。本当にあなたなの。戻ってきたよ。私のことをそんなに心配してくれたの。あなたがあんな状態でオフィスを飛び出してしまったから、必死になって探していたのよ。
ごめんなさい、私はどうかしてたわ。インプラントの故障によるものだったみたいだけど、もう修理したから。これは良かった。元に戻ったってわけね。これで私に何かご用を。あなたはどこでインプラントをインストールしているの？あなたはラリッサの名前について知っている？会社で雇っているエンジニアを解雇してちょうだい。なんだこれ。ラリッサの名前について、知ってるけど、なんでそんなこと聞くの？最近社内情報で情報漏洩が発生しているので、セキュリティの強化のために全ての従業員の組成を調べてる。まさかラリッサが会社を裏切るとは思えないけど、念には念を入れてというやつよ。なるほど。でも同僚の個人情報を開示すべきではないわ。たとえそれが重役からの要請であったとしても。ナイマー、今はいわば非常事態なのよ。上司が部下の組成を調べるのは別に違法ってわけじゃないでしょう。わかったわ。そもそも私はあなたの命令に従う。だからう力はないし。彼女の以前の名前はダニエル・ロビラードよ。あら？ダニエルさんだったの？そうか、性転換して今は女性なのかもしれません。ほら、最初からそう素直に言ってくれればいいのよ。これで調査を続けることができるわ。どうもありがとう。無言でした。はい、ということでセーブが入りましたね。ここで今回は終了しておきましょう。この後いろいろ情報を集めて、コンピューターにアクセスしていろいろやってってやんなきゃいけないみたいですね。ここは何ところ何も変わってないのかな。で、情報は手に入れられてて、多分128体でダニエルって入れれば、ログインはできるんでしょうね。はい、ということで今回はここまでにしておきます。ほんじゃあまた。